花入りはお釈迦様が亡くなった時に沙羅双樹の白い花が咲いたという言い伝えに従い、釜でいったもち米などを花に見立てお供えする農家の伝統行事です。昨日、鹿嶋市の井の袋地区では森田逸子さんの庭先に近所の主婦らが集まり、藁で火を焚いてもち米のもみ殻を煎ると次々と白い花を咲かせていました。弾けたもち米は各家庭に持ち帰って仏壇に備えたり、家の周りに撒いて魔除けにしたりするということです。いつもよりよく開けました。今年はきっといい年になると思います。ずっとですね、続けていきたいですね、こういうことはね。花入りは鹿嶋市ではかつて多くの集落で行われていましたが、農家の減少や高齢化により現在はかなり少なくなっているということです。